プロジェクト世界ちゃうだプロジェクトプロジェクトプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング集めてくる。さあ、というわけで手前入れましたプロジェクト世界のお時間でございます。今回もガチャ引いていこう。で、今回はねカラフルフェスあるんよ。初めてよ、私初めてのカラフルフェスになるんですけれども、今回ジュエルが1万6000個ということで50連引くことができると。まあ、この50連の中で星4当てれたらええなと思ってるんやけど、今私のメンバー編成見てもらったらわかるな。うん、星4が2体しかおらんのよ。これ配信された当初からずっとやってるけど、また星4 2体しかおらんのよ。これで星4当たっても低評価すんなよ。それぐらい俺ガチャ運悪かったやん。わかった？はい。で、というわけでガチャ引いていこうっていう前に10連無料ガチャがあると。まずこれ引いていこう。さあ、早速引いていくよ。まあ、これで星を当たってくれたらいいんやけど、なんとも言えない。なんとも言えない金色のボール。ボールかどうかもわからん。危ういけど、これは、これはもう最悪の爆死でございます。少しは変われたのかな。まあ、こっからや。本題はこっから。お？来る年？行く年？なるほど、なるほど。二つあると。で、下が、今までのやつか。で、上が、新しいキャラ。これに決まってるやろ。新しいやつ。入れていこう。さあ、3000って結構でかいけどな。これはどうなるパターン？この色は何？この色、星4？これ。なんか星4みたいなやつ2つあったけど、これはどういう、ありがとう、行く。あ、これ星3ね。あ、これは持ってんね。あ、そうだった。星4当たった。あと1体揃ったら星4、編成全部星4になれるか。おっと、これは幸先ええな。さあ、2連目、20連目引いていこう。これも来たんちゃう？これも来たんちゃう？おい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 。今までの分がここで発揮されてる。1個。よし。1個あるよ。やっぱりリンは最高の相棒だよ。おい。来たよ。スキップさせていただきますよ。ちょっと待てよ。詳細見させてもらってもよろしいか。これやろ？一通り当たったこれじゃないな。いや、まだ一人しか当たってないんか。それやったら。あ、なるほど。まだ新しいキャラは一つしか。おお、また当たる。これで2枚抜き以上してくらったらもうええんやけど。まあ1枚でもめっちゃ嬉しい。2、3、4、この次か。あ、じゃあこの次か。この次がめっちゃ外すやん。悪くない1年だったかもね。おっと、これはエナ、私の推しでございます、エナ。さあ、どうでしょう。次引いていこう。また来たんちゃう？これ今日めっちゃガチャ運ええやん。いや、もうすげえよ。1枚、まあ1枚はありがたいよ。この次か。さあ、来い。来た。ミクよ。ミクが来ましたよ。ミクが、これどっちやったっけ。ブラックミークやったっけ。ちょっとした悪っぽいミクが、悪っぽいミクの方が、こっちが、悪っぽいミクがこっちのピックアップか。なるほど、引いてこう、ラスト。また来たよ。全部星4当たった。まあ、今までの分もあるからな。1枚。これが悪っぽいミクやったらいいんやけどな。悪っぽいミク来い。悪っぽいミク。じらすね。この次か。いや、じゃあ、じらすね。大切なことを思い出せたわ。おっと、これは
アイリ、名前わからんけど、アイリ、アイリ当たりました。アイリ、あ、アイリちゃう、アイリ